やっべえ、腹減った。はいどうも、ナマステ。ようこそラーネパリビズガイエ。前回の動画では少し気持ちが入りました。撮影終わった後、編集している時って感じ。わかる？マジわかる。きついわ俺、すぐ泣くもん本当に。まあでもまたいつか出会えることを願っています。ぜひ頑張ってください。私も新しいステージで活躍します。見ててください。この1年2年ビークになって、お腹もビークになって帰ってきますよ。はい、はい、では冒頭にあった通り、今回はネパール語で腹減ったっていう表現をやっていきたいと思います。ですか？ではまず語尾を上げますので、どうやって言うの？ちょっと分かる人は考えてみてください。いってらっしゃい。はい、おかえりなさい。ではネパール語で、私はお腹減ったわっていう表現は、マライボークラギョ、マライボークラギョ。 OK、 ではネイティブの動画をご覧ください。いってらっしゃい。マライボークラギョ、マライボークラギョ。はい、いかがだったでしょうか。新しい友達が出てきましたね。彼はプラシッドっていう名前で、まあ喋る喋る、てかすんげえ頭いい、すんげえ頭いいんだけど、まあ喋る、いくらちゅう、あ、私ネパールであの先生やってたね、何回チューされてもすぐ立ってバーララララララで、すぐ喧嘩する、バーララ、これはてめえごらんみたいな。オーマイグネース、オーマイグネース。まあでもね、めっちゃいい子だよね。一緒に髪切りに行きましたね。ちょっと髪切りたくなっちゃって、連れてってよっつって連れてってもらって、でいくらだったっけな、70円、80円か、80円カットしてきました。80円カットその後一緒にアイスクリーム食べて、チャリ乗ってプレゼント探ししてみたいな、やってましたね。はい、はい、ではちょっと内容に戻りますけれども、お腹減ったっていう表現でした。マライボークラギョです。いいですか、マライボークラギョ。もうなんかあれよ、いっぱい食べる人って気に入られるからね、ほんとに。もうダイエットとか気にしない、いっぱい食べる、あ、みんな好きだから食べる人、うん、それでお腹壊すでしょ、あ、マイグネスみたいな。そしたらもっとバカにされて笑われて好きになれる、うん、待って、かいかいかいみたいな。 OK、 はい、では最後にですね、この表現習った表現を3回練習して終わりにしたいと思います。マライボークラギョです。いきますよ。マライボークラギョ、マライボークラギョ、マライボークラギョ。ほい、ではこれで今日の動画を終わりにしたいと思います。マジで腹減ってるからね俺、これリアルなやつでこの動画が良かった、または勉強になったという方、ぜひグッドボタンの方、またこの動画カスだと思った人もぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。コメント残していってください。話しましょう、もうみんな話したくてしょうがねえ。あ、チャンネル登録の方もぜひしていってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステー。Share our video also.